はい、録画スイッチ入れるの忘れてました。もう途中まで来ました。はい、手羽先こうやって、切ってますね。それで、羽みたいなところを落として、羽はこっちで出汁にすることにしました。で、今日は玉ねぎたっぷりハンバーグを作ろうということでね。ハンバーグ、玉ねぎたっぷりハンバーグ、いやいやいやって感じね。何だっけ、あれケチャップで味、あ、ケチャップない、 あるね、ケチャップありました。びっくりしたね、ケチャップないとどうなるかと思いましたね。天変チーズでござる。はいはい、じゃあまず玉ねぎをね、とにかく旬のものってのはいいよね。玉ねぎっていうのはこの細胞の中にさまざまなその微生物がいっぱい入ってるわけね。それが実際には重要じゃないかっていうね。で、そういったその微生物とかなんかを私たちの身体はその中に受け入れていくわけですよね。それで受け入れていくと、この身体というコロニーの中でさまざまな形のこの玉ねぎの中の要素が細胞の間ってね、M&A ですよね。互いにその自分自身の中に入れてって、それを自分自身と変えていくわけですから、そもそも細胞の中にね、細胞の中に他の生命の細胞が入り込んでいって、多細胞生物っていうのが始まったって言われてますしね。言われてっていうか、もうそうだそうよね、それ以外考えられるあなたっていうね。ミンマグリスさんっていう方がね、その生命のM&A っていうことは考えてますよね。M&A っていう表現はあんま使ってないですけどね。ミトコンドリアはそもそも身体から持っていくっていう発想自身がもうすごいよね。他の生命から来たんじゃないのっていうね。よくまあそんなこと考えついたね。グツグツと煮ております。これこのままずーっと煮ますからね。ちょっと今日は山ほど煮ますからね。その間にこれね、ピーマンとかなんかが入っていきました。やっぱこういったさまざまなね、要素がこんな感じでいきますね。それでハンバーグになっていきます。豚肉だけじゃなくて牛肉も入れたかったりするから、この牛肉を刻んで入れてもいいんだけどね、めんどくさいからいいことにしよう。まあちょっとだけスパイスなんかも入れたりもしますけどね。ちょっと入れようか、スパイスでも。スパイス、パイアッパー、ナツメグミックス液。パイアッパー、パプリカ。パプリカ好きな人ってのは正直者が多いんだってね。誰が決めた？俺今考えついた。
本当かよ、おい。都市伝説にすぎません。あ、都市伝説っていい言葉だよね。誰が考え出したのか分かんないけどさ、じゃあ田舎伝説ってあんのって伝説って何のつもりなのね。面白いよね、都市伝説。反対も何なのあれ、エビデンスのない都市伝説に過ぎないよねっていうさ、そういう使い方してますよね。あ、この間医学論文読んでたらそういうの出てきましたよね。このの何々は都市伝説に過ぎないのではないかと頭をよぎりました。バカ野郎、今までお前が信じて、自分が信じたことは実際にはこれ何の事伝説もエビデンスもないじゃないかっていう。いや、それ相当いろいろとなんか都市伝説に過ぎないああ、面白かったね、あれね。久しぶりにあの医学論文論文っていうか、まあエッセイだよね。エッセイ読んでて笑っちゃいましたよね。しかし医者ってのは、あれこれナスメンでなくてあれシナモンじゃないの。あ、シナモンだわこれ。あら、まあシナモンだわ。ナスメンこっちでした。なんかシナモンの香りするなと思ったら、シナモン入りハンバーグだよ今日。いい。しかしシナモンともナツメグ同じような色のあの入れ物入れるのやめてくれよ。都市伝説だぞこれ。卵入れるか。ハンバーグって卵入ったっけね。まあよくわからんけどね。あとパン粉入るっけ、どうだっけ。パン粉入るような気がするね。やっぱシナモン入っちゃったよ。これで美味しかったらどうする。100億円くれる宝くじそれ。美味しかったら100億円、美味しかったら100億円。なんか100億円ってなんか子供が言い出しそうな言葉だよね。嘘ついたら100億円よこせよっておい、それなんだよ小学生。何時分どこで行った、誰が行ったそれは、その小学生。今のあれだよね、総理大臣そんなようなもんだよ。いつ行った、いつ行った大統領もそうだからな。まあ上の偉い人がさ、潔く誤りを認められない社会ってのはもう上から下までみんな間違い認めない社会になっちゃうよね。そういったほとんど困ったくんの世界になるよね。こうやってハンバーグ入ってるといいよね。じゃあ卵じゃん。なんだっけ、あれハンバーグじゃねえ、何入ってていいよねって言うとしたんだろうか。今ひき肉入れましたからね。牛肉も叩こうかと思ったけどこのままでいいね。これを小さい薄いハンバーグにしちゃおうか。やっぱ
こんなでいいですかね。うん、よさげじゃん。これ多いぐらい。うわぁ、ナツメグの香りじゃなかった。シナモンの匂いがすごいわ。どうしてくれる？これまずいっつって食べられなくても俺誰にも文句言えない。これホットプレートで焼いても美味しいよね。中でわってやっても美味しいよね。とにかくまあひき肉さえあればこれできる料理だからね。当たり前でしょ。はい、失礼しました。よいしょ、 OK。 じゃあいただきますか。マスク焼き出しますか。さあ、やっぱはい、ハンバーグ用のでかい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 タラタタラタラでかいでかいタラタタラタ、これね、でかいでかい、バーン。俺の顔とどっちでかい？でかいが始まります。大変だ、ニンニクなかったよ。大変だったこともないよね。ニンニクね、日もある。人生にはニンニクがない日もあれば、ニンニクしかない日もある。いや、それは困るでしょ。ニンニクしかなかったらどうすんだよな。あ、ニンニク、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 ほら、出汁取れてますね、きてますね、出汁取れてきてますね。手羽先、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 だしだし。やっぱちょっと油敷きましたね、最初に。まあ、いつも僕は敷かないんだけど、今日はちょっとハンバーグ自身がね、ちょっといろいろと入り込んでますから。じゃあハンバーグに汁に二度揚げ、手羽先で、手羽先の二度揚げ明日しようか。今日ハンバーグあるからな。うん、明日しよう、手羽先の二度揚げ。うん、なんか一気にハードルを下げました。なんであのハードル上げるとか下げるって言うんだろうね。こう走りながら飛ぶやつハードルだろ。あれそんなに高い低いって変えるもんかね。それでなんか走り高跳びとかなんかさ、高跳びであれハードルじゃないよね。なんだろう、よくわかりませんね。もうちょっと下を焼き目入れたら、ひっくり返して
蓋しちゃいますからね。蓋しちゃいますか。ね、蓋しちゃいますから。じゃああれは塩振って置いておこう。塩振って置いておこうね。これね。よいしょ。明日ってわさきはあげます。今日はあげません。塩ピッ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 。塩ピピピピピ、塩ピピピピピ、塩ピピ。今日なんか一日遊んでたみたいな感じ。遊んではいないけどさ、相当大変でしたよね。なんかちょっと今日お客さんが見てるんですから、ちょっと力を緩める。ベーコンのね、漬け込み始めましたね。ベーコンの漬け込み始めましたよ。1週間後には美味しいベーコンで。1週間後には美味しいベーコンできてますよ。やっぱ毎日こうやって素材からね、あの料理を作るのがとっても大事なことなんですけど、ベーコンなんかも自分で作るとすげえうめえんだよね。これがね、なかなか味わえるんですよ。ずっと弱火ですけどね、この辺から確か始め、ここから始めましたね。こう始め、こう始めたんですね。確か。こうやって横に動くぐらいになってないとダメですね。でもう下が焼き固まってる証拠になります。うん。いいね。これ絶対に強火にしないことね。まあいいじゃない。いいじゃないですか。やっぱシナモンの香りすごい。これ隠し味でわざと入れたことしようね。ナツメグだと思ったらシナモンだったね。老眼ってのは怖いね。時に新しい味を生む。もう返してもいいかな。もうちょっとだろうな。これあんまり良くないよね。こっちが好きなんだよね、こっちが。僕はね、こっちが。こっちが好き、これ好きです、この。もうちょっとだね。もうちょっと油が出るの待ちましょう。シナモンを邪魔してるから。いい感じだね。はい、こちらは手羽先の先頭の部分の出汁ですね。出汁か。はい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 。ぽいぽいぽぽぽいだ。アクというか一番上の油の部分をね、取っちゃう。油っていうかね、もうちょっと出しとった方がいいね。せっかくここまで来たんだからね、もうちょっとガタガタといこう。あ、いけない、貝も煮なきゃいけないんだったな。なんか面白い味になってきましたね。ちょっとこれ入れてあげましょう。塩というか化学調味料入れてね、よく煮て、白菜とか入れて、最後はデッキ包丁だろう。これあれです。うわ、お金。うわ、シナモンの香りすごいぞ。シナモン入れねえよな、ハンバーグな、普通な。シナモン好きな人は入れるだろうけどさ、特に好きでもなんでもない。もうちょっとだね。まあいいか、このままいこう。もう返していいろ。真ん中はいいもんね。ここから始めてますからね。
マジか。もう一回返してから蓋しますか。もうしていいですか。もうしていいだろうね。もう一個出しよう。これは一番大きいやつだね。大丈夫だっけ。一番大きいの、一番大きいやつが乗りました。はい、ゆっくりゆっくりとレスされました。じゃあこのまま行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。これは、ここ。ほら、ほこれね、粒がね、どうやって食えばいいんだろう。これ刺身用って書いてあったんだよね。こんなでけえやつさ、どうするんだろう。これこうやってギュッて掘り出すんだね。掘り出す、掘り出す、掘り出す、掘り出して、どうしようこれ、焼く？出てこないよ。やっぱ蒸さないとダメかな。蒸すか。それかよ。じゃあ蒸すか。蒸し鍋だと、蒸し鍋出して蒸して抜いてから焼こうか、ね、うわぁ、ひき肉、すごいこの、やっぱあれの匂いだね。あれの匂いがあれだよ。おいおい。ねえ、生きてるわ、この人。大変だよ、この人生きてるよ。生きてますよ、おかみさん。ちょっとじゃあ塩振って、刺身用って書いてあると思うな。これ、ああ、塩振ると出てくるんじゃない？ほら、なんかボコボコ出てきたよ。ねえ。なんか泡出てきたよ、この人。逃げ込んでいくよ。これ割るの？粒貝ってどうやって使うの？一生懸命しまってってるよ、この人。さっき出てたよね。しょうがないな。むそむそむそ。じゃあ生阿弥陀仏元気でね。はい、生阿弥陀仏元気で、納豆水蒸気でボコボコ、水蒸気でボコボコ。さあ、どうなるかね、やってみましょう。わ、すごい香りだ。シナモンの香りがすごいよ。ありかいの、これ。なんか今日全部裏面に出る人もね、裏面。今日は裏目に出る日ということで勘弁してもらいましょうか。はい、じゃあちょっとこれシナモンも
シナモンバーグね。紹介しましょう。はい、じゃあもうちょっと頑張れ。今返しましたね、みんなね。やっとこ、やっとこ。さてさて、これはどうしようかね。手羽先の方はね、10分ぐらいでいいかな、8分ぐらい、大丈夫でしょ。長ネギに椎茸来ました。これどうだろうな、ちょっと火弱いかな。手羽先どんな感じ？あ、いい感じだね。よく煮るといいんだろうね、これね。それで、揚げちゃおうか。揚げちゃって明日の前のご飯にしようか。うん、そうしよう。そうすると不平不満が出ないんだよね。あの子食べたくないってもさ、じゃあ食うなよ。そう、そういうわけにもないからね。入れといたら食えっていいんだと思っちゃうよね。みんなで人参に白菜をこのぐらいね、白菜をこのぐらい、これたっぷり煮ましょう。もうちょっと強く。で、尻尾取り上げちゃっておきましょう。手羽先の頭、尻尾のところはね。白菜を刻んで、椎茸を刻んで入れちゃえばいいよね。出し方とかなんかってあんのかな。こうやって蒸していくと、あちゃ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 とかって出てくるんかね。なんかかわいそう、家ごと蒸し焼きにされてんでしょ、この人。うわ、やっぱこれでこのこのまま煮て食べなきゃいいんだ。はい、煮汁入りました。
いの葉っぱ入りました。茎の方ね、茎はい、じゃあネギ、すぐいろんな音をしますね。バチバチと音がします。わお、もういいぐらいだね。じゃあ赤ワインとケチャップで味付けますかね。おお、いい感じでいってますな。大丈夫だろうかね。よいしょ、いいみたいね、うん、ちょっと煮ますんだよね、どっちにしてもハンバーグ。なんかニンニクとか何にもないのがちょっと寂しいね。寂しいね、寂しいね。さっきうまかったですよ。はい、赤ワインはその鍋底のね、お肉の旨味をみんな拾ってもらうためにね、赤ワイン入りました。はい、やっぱ赤ワインのね、美味しい感じの味がね、入ってきます。ね、続いて入ります。おい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 、ちゃんと出ろよ。ケチャップと醤油の味が一番美味しいってね、みんなに言われますけどね。あれちょっとなんかちょっと一生懸命なんかソースの味とかを作ったりするとさ、ケチャップの味が一番いいよねなんていう話。ちょっと待ってくんないって言いたくなるよね。いや、もうケチャップでも舐めてくれ。あし、怒られました、舐め。はい、ケチャップと醤油の味が一番美味しいんだよ。ちょっとウスターソースでしょうか。甘みが出ます、甘みが出ます、甘みが出ますね。ウスターソースにケチャップ、やっぱちゃんと味が入っていけよってね。おおお、あったようですな。はい、シナモン入りハンバーグ、間違えて入れたんですけどね。もうちょっとこれをね、見てあげましょうか。どんな味だろう、まずは見てみようかな。
まだワインが煮とんでないね。もうちょっとワインの香りがする。はい、いかがですか。もう出てくるかな。もうなんか出てきそうだね。あ、出てくる出てくる。こっちは、あ、出てくるね。はい、出てくるようなんで、水に入ってやる。はい、じゃあ、じゃこれいきます。あれ、まだ生きてるの、この人。まだ生きてるのかな。奥に逃げていこうとしてるよ。生きてるよ。ごめん、やっぱり見ないとダメだね。蒸すだけだと死なないわ。なんで煮ることにしました。もう一回やります。はい、じゃあ煮ます。蒸してはダメなようですね。はい、じゃあこっち側ももう終わりですね。はい、ハンバーグ出来上がり。うん、いいでしょう。そしたらここでね、これで、これが入ると、あとは豚のバラ肉入れて、はい、出来上がりですね。出来上がりです。急いで入れてみましょう。みんな成功だか失敗だかよくわかんない。素材から大事にした生命のたっぷり入った食事を作っていこうじゃないですか。よくわかりませんね。よくわかりませんな。
やんで。やばうめえ。暑くなる。時々暑くなってますからね、あそこね。あちちってなってますから、気をつけようね。手羽先は出し取り用なんでね、食べないでね。あ、なかなか面白い味が入ってますね。鶏のなんか手羽の味がいいもんだね。微妙に味わいがあるよ。そのまま食えそうですね、ここってね。鶏に対したら OK です。うん、うめえ、うめえぞ。はい、じゃあこのソースを小さいレモンを取っておしまいっていうことですかね。はい、じゃあ、あ、刺身切らなきゃいけないんだな。刺身切ります。うん、まあいいでしょう。はい、ハンバーグ。甘くね、やっぱシナモン合わない。シナモン合わない。もうちょっとつなぎが深くてもいいかもね。はい、おしまい。ああ、目切ってちゃダメだね、料理しないのね。道のりは遠いよな。なんかこう、いくつかのことをさ、同時にダラダラってやるのってさ、すごい大変だよね。なんか、ジェルなんでしょうね。前のこれやっとったのは、ジェネラリストじゃなきゃダメだっていう。ほら、これ、シソも立つ。ちなみにあのシソのやつがまだちょっと残ってるので、あれ残ってるよなと思いながら歩いてたら150だったんじゃないかね。あ、違いましたね、シソポン酢ね。これまだ昨日だか一昨日残ってるんで、香りは全部悪くなった。あ、うん、あーすげえいい香り。やっぱじゃあこの辺を切って入れて、ね、これで漬けになりましたから、漬け漬け。で、このまま食べちゃいましょう。ポコッてね、ポコッ。で、これをちょっと入れておきますか。せっかく来てもらう。おかず、手ですか。すぐわかりませんが、刺身を切っちゃって。それも昔なんか、刺身の好きな豚さん、いやいや、いっぱいいるでしょ、それは。刺身好きな人いっぱいいるでしょ。しんがりにね、いました。なんか今、バイバイが中華麺に入れてます。生の場合に、どうやって食べるかな。心配ね。
なんかあのナツメグシナコンみたいな匂いするなと思ったんだよな。まあいいやね。だいたいこうやって料理作るとこのぐらいのね、シナスでこのぐらいの時間かかりましたら、それはまあ時間とコストは大変かかるよね。はい、じいちゃんのご飯をそろそろ用意しなきゃいけないね。今日ザクの出る料理器具いっぱい使っちゃったね。よいしょ。はい、じゃあということで皆さんも、美味しい美味しい、もうこれでさすがに死んだろう、あ出てきそうだね、たくさん見て置かないと生臭いって怒られちゃうから、ちょっとたくさん見させていただきますよ。じゃあバイバイさん、バイバイ。今バイバイと当てましたけど、ハンバーグを廃棄してもいいからね、勘弁ね。ちょっとすごい香りです。意外とあれが美味しい人もいるかもしれないね。はい、ということで、皆さんも美味しい晩飯食べて元気に生きていこうじゃございませんか。もうこんなだろうね、ガラガラガラと見ました。これの中でやろうと思ったんですけどね、これが水ですかね。バイガイってどうすんの、生バイガイは生バイガイがあるんだろうけどね、もう死んでますね。フォークかなんかで取れそうだね。ああ、今度ぐるっと見よう、バイガイの食べ方ってね。おお、モーメントからするとこうだよな、ね、うわすごいね、こんなでかいんだわ、バイガイって、バイガイ師だ。ウチルにありましたね、すごいね。こっち側もバイガイ師だ。どうやって生きたまんまおびき出すんだろうね。もう一個ぐらいこう家を用意しておいてさ、あこっちの方いいねーなんつってさ、来たところを捕まえる、それなんかのつまらん話だな。すごいね、バイガイこれ。どうやって食べんのこれ、下の方はダメそうだよね、下の方だよねこれね、うんこ、まあいいや、どうやって食うかは
交互期待。ちょっと切って刺身にしようかな。刺身みたいに切ってみようか。頭の方だろうね。この辺、この辺だろ。すごいね。これ、ここだけでしょ、食えるって言って。もうちょっと水洗ってやろう。こっちは食えないでしょ。刺身になるんだよね。この刺身、こっちの皿だろうね。どうやって筋肉だもんな。貝ってボディビルダーみたいなもんだよね。なんかぬめりがある。アワビとかよりなんかこれあれだ、ピューって水出すとこだわ。ビル、チンチンかな。すごいね、蒸すんじゃダメだったね、やっぱりね。うん、おいしい。これは真理だわ。ここら辺ってどうだろうね。うまい。どうせ俺しか食わないけどさ、ここはさすがにいらないな。ここら辺も食ってみようか、ちょっとね。ここら辺が一番メインだよとか言われたらどうしようね、捨てたとこ。うん、面白い味だ。面白い味がしますね。味がしますから、じゃあ面白いお皿に取ってあげようか。こちらはね、ちょっとなんかまだ温かいんで、もうちょっと水にさらしてから。こちらは内臓系になると思うよ。なんかそこの中に何か残ってる。出てきましたね、よく。まあこんな、まあこれみたいなもんだからな。すごいね、今日は珍しいものを料理させていただきました。ちょっともうバイタイだけで1個料理終わっちゃうぐらいすごかったね。で刺身が入りました。これでね、はい、ってな感じで、あとハンバーグ作りました。もう5時45分だから、すぐね、1時間15分くらいかかってるね。はい、写真も、汁も OK です。じゃあ、そういうことで、皆さんも、美味しく食べましょうね。じゃあ、生ゆう。